はい、こんにちは、大ハッピーです。ご視聴ありがとうございます。今回の動画は韓国のアニメ、トボット V からの V ウォッチ行きたいと思います。トボットのなりきりアイテムはね、全くもってノータッチだったんだけど、この V2 のこのね、ブレスはね、なんかデザイン見てるうちになんか、はい、気づいたらね、ポチってましたね。で、2になってからこのブレスレット型アイテム。で、1だとなんか銃型のアイテムでね、いろいろ、メカとかね、召喚してるんですけども、まあ主人公がこの人で、これがつけてる、ブレス。で、まあ、あのアイテムの装填によって音声がいろいろ鳴るみたいなんですけど、そのアイテムがね、すでに付属してるのが5種類で、レオカイザー、シルバーホーク、キャプテンジャック、クラシック、ライトニング。まあ、このねウォッチが発売された時点で、まあ、このねつい最近出たクラシックでライトニングか、これも発売がもう決まってたみたいですよね。で、まあ、装填します、ホイール回転します、でボタンを押して展開で V エクステンションみたいです。で、パッケージはこれ紙パッケージで、後ろから見ると、はい、ウィンドウになってます。この両面でね、見れるパッケージっていいですよね。まあ、どっちが表なんだか分かんないですけど。はい。で、下から見るとこういう形。まあ、メイドインチャイナ。で、4トイズ製で、お前ためです。そう、今回ね、このなんかちっちゃいこのプレート。うん、これがね、5種類ついてます。で、まあ、気になるのはね、それ以外のメカもなるのかなっていうのがありますよね。で、まあ、後ほどちょっとね、映すんですけども、まあ、認識部分がね、ここのマイクロスイッチが4つあるんで、それの組み合わせでなるのかなとかね、あるんで、まあ、もしかしたらね、発表されてるやつら以外にも何か音声仕込まれてたりするのかなとかね、気になってますけどもね。まあ、あのセリフとかはどうなんでしょう。結局、まあ、韓国の発音の英語だったりねするんで、ちょっとね聞き取りづらかったり分かりづらい部分があるかもしれないけど、はい、見ていきたいと思います。はい、インナーがこちらです。こういったパッケージになってます。そしてね、取説が一部、まあ、小さいやつが折りたたまれて入ってるんですけど、まあね、あのハングル文字が読めないので、まあ、正式な使い方が分かるかどうか分かんないけど、ある程度見たらなんとなくいけそうかなみたいな、うん、気はします。まあ、基本のね、あの動作部分が、まあ、ホイールがあってボタンが2箇所あってみたいな、あとライトがあるのか。はい、そんな感じです。では行きましょう。はい、バンドがねこちらオレンジ色のバンドです。で、中心に4つの穴、まあ、ここら辺のデザインはもうバンコク共通といったところでしょうか。で、ホルダーがあってホルダーを通す。で、このバンドの4つの穴がこのホルダーの4つの突起に合うように引っ張る。で、止める。まあ、これで中心が分かるのは分かりやすいかな。で、中心に来たら止める。パチパチと止めて、ここが中心。はい、そして反対側から引っ張る。はい、これでバンドの完成です。で、使う電池は単4電池2本、まあ、電池装填して分かる通りね、意外と大きさ的には小さいです。で、止めて、蓋はネジ止め式。はい、で、まあ、注意書きがこのような注意書き、ちょっと分かりづらいかな。はい、全部ハングルで書かれてます。で、 V ウォッチスピーカーがここ。で、このボタンがリジェクトか。で、これで展開。電源スイッチはないね。そしてこの上の部分がホイール。これあのシャラ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 回るんではなくて、何回かで止まるようになってるね。で、ライト。で、装填すると、もう腕につけたと見立ててこういう形で、後ろなんですけども、このようなスイッチ風なものがあります。ただね、これね抜けるんだよね。なんかこれ SD とか挿して更新するためのものなのかな。ちょっと機構がよくわからないんですけど、まあ、わかる方がいたら教えてください。はい、ではね、装填していきましょうか。プレートは全部で1、2、3、4、5枚。はい、レオカイザー、まあ、この突起がね1つ、まあ、スイッチ1個に反応。で、裏、結構安っぽいもんかなと思ったらね、ツヤがあってなかなかいい感じ。単なる板とは違ってね、造形こだわってます。で、キャプテンジャック。で、キャプテンジャックが、このスイッチの当たるところが2つ。
そしてシルバーホーク、これも1本。そしてクラシック、クラシックが1本。そしてライトニング、はい、ライトニングはここの2本。うん、全く分からん。ただレオカイザーだけ分かるね。レオカイザーにタプスアンドする4番ロアラボ、どれが함께한다면오늘의승리는우리것이다、どれが함께한다면오늘의승리는우리것이다、レオカイザーにタプスアンドする4番ロアラボ。なんか音声がね、何種類かあるみたいです。で、ここを押すと V エクステンション、この状態でのホイール回転。ノイドル使用が決まった。一レオ解除時間だ。ノイドル使用が決まった。一レオ解除時間だ。レオ解除セパレートパンチ。あ、レオ解除セパレートパンチっていうのは聞き取れた。ノイドル使用が決まった。一レオ解除時間だ。コマンダーっていうのもわかるね。司令官なのか。うん、セパレートパンチだけわかる。で、取り外しがここのボタン。キャプテンジャック行きましょう。で、キャプテンジャックの音声。ノイドルに平常に存在を抜きで平常時。キルルリキャラ、な平常キャプテンジャックに流せんだ。キルルリキャラ、な平常キャプテンジャックに流せんだ。ノイドルに平常に存在を抜きで平常時。2種類なのかな。はい、ちょっと聞き取りづらくてすいません。もう個人的に全く理解してないです。で、エクステンション行きましょう。キャプテンジ V エクステンション、このライトがね、2箇所すごい綺麗です。キャプテンジ V エクステンション、うん、わかんないですはい、ではね、お次は、シルバーホークいきたいと思います。まあ劇中だとね、これ劇中とかアニメ、これを装填してあの時が飛んできて、まあ、最終形態に、ね、なったりしてますよね。ではこれもいきましょう。で、こちらの通常音声。命令入力한다、ウォッチ주인은탑승석으로이동바람。うん次、쉽지않을거다、하지만게임은지금부터시작이지、쉽지않을거다、하지만게임은지금부터시작이지。はい、ではね、 V エクステンション。シルバーホーク V エクステンション、シルバーホークトネイドストライキング、トルネードスパーキング、はい、でこれがね、初期メンツの3人だったんですけど、で最近出てきたクラシック、先にライトニングが出てきたのか、劇中だと。はい、じゃあライトニングいきます。주인님안녕、なんとぼライトニングや、ライトニングんクラシック처럼속이좁지않아、주인님안녕、なんとぼライトニングや。はい、では V エクステンション。うん、やっぱりあの機械っぽい音声になってるね。キャラクターごとに声の違うのかな、まあ、ちょっと個人的に違いは分かんないんですけども、各あの声優さん起用してるのかな。で、クラシックいきましょう。名誉は철도를나는ドバクラシック、プリシャスニカ、名誉は철도를나는
로봇 클래식 들으셨습니까? 왕자님, 공주님, 아름답고 존귀한 이름 영원히 간직하겠습니다. 영원히 간직하겠습니다. 요거 와からん. 명예와 철도를 나는 로봇 클래식 들으셨습니까? 英語をね、その韓国風に喋ってるのはなんとなくはね、聞き取れます。ではね、V エクステンション、行きましょう。クレシック V エクステンション。で、音声。잘못을뉘우친다면、자비를베풀고용서하겠다。クレシックへ名誉を걸고、パワープル、スピード、ディストラクション。なんか怒って攻撃してる、そんな感じです。これで5種類のやつなんですけども、あとはね、その、付属のやつについてない音声もちょっとね、今、検証していきたいと思います。はい、現状一つね、検証できる玩具としては、マキシマス V。これをね、いきたいと思います。こちらには単体でキーがついてます。はい、初期メンツ3人が合体したマキシマス V。マキシマス V 召喚まではわかる。マキシマス V 召喚完了。가장화끈한공격기술을고르는거다。준비됐나。マキシマス V 召喚完了。マキシマス V 召喚完了。가장화끈한공격기술을고르는거다。준비됐나。はい、では V エクステンション。マキシマス V 진격한다。マキシマス V アンリミテッドボルケーノみたいなアンリミテッドは違うかな。ボルケーノは分かった。ウォッチへ次真正한힘을불렀다。ロボ事故를구한다。ウォッチへ次真正한힘을불렀다。ロボ事故를구한다。マキシマス V アンリミテッドボルケーノ。やっぱアンリミテッドって言ってるのかな。はい、ではあとはね、この4つの組み合わせで鳴らしてないやつ鳴らします。はい、そんなわけでね、今回の動画は韓国のトボット V シーズン2からの V ウォッチでした。まあ、既存のね5体のロボの音声、それプラスマキシマス V の、合計6体のねロボ音声が入ってるっていうのは分かりました。でそれ以外の音声に関しては、まあ、入ってなかったなっていうのがチェックしてみて分かったこと、まあ、抜けがあったらねすいません。その何6個目っていうのがこれなのかな。これなんかあるよっていうこれなのかな。ただね、拡張性としてはそう1箇所気になってるのがやっぱあるんだよね。ここの謎ボタンで引っこ抜くとなんか SD とかそういうのでなんか更新していくのかなとか、なんかいろいろ一応ね、なんか分かりづらくてすいません。端子が見えるんだよね。なので今後なんかバージョンアップとかするのかなとかあります。ただ既存のね、やっぱり音声に関してはこの4つのスイッチ、まあいじくって、まあ出てこなかったんですけど、まあバージョンアップ仮にね、したとしたら、この他の4つの組み合わせでのスイッチ、音声がね、なるのかなとか思います。ただこれあれか、妖怪ウォッチの SD カードバージョンアップみたいな、そんな感じのなんかキットが出てくれればね、まあ今後もやっていきたいんですけども、まあウェブ限定でデータ落としてとかインストールとか、あれだったらね、ちょっと躊躇しちゃうかもしんないけど、まあ知ってる人がいたら教えてください。まあ、はい、そんなわけでね、ご視聴ありがとうございました。トヨッピーでした。